ではやってみますか。試してみたいです。じゃあこちらにお座りになってください。はい、失礼します。でこの辺はもう言われるままに進んでいいんですよね。ではこちらの画像データを Photoshop Elements で開いてみましょうか。はい、これでこれから印刷してもらうんですけれども、はい、先ほど印刷したものがありますのでこちらをそのまま使っていきましょうか。はい、ではですね、こちらの Photoshop Elements の画像データを今度はカラーナビゲーター Elements の方に取り込んでいただきますので、うん、取り込みボタンをクリックしていただけますでしょうか。はい、これですね。はい、はい、あ、これでカラーナビゲーターエレメンツの方に戻ってきたということですね。そうですね。うーん、まず明るさを合わせていきましょう。これを見ながら。そうですね。全然ちょっと暗いかな。これはこっちとこっちと明るさを合わせるどの辺を見て。この白を見ながら。白の感じ。そうですね、そうですね、白の感じを見ながら合わせていくことがコツになります。あ、これくらい、もうちょっと、はい、はい、で明るさが決まったら次に、色合いをどうですかね、見比べてみて、うん、ちょっと黄色みが欲しい感じがします。そうですね、プリントの方がちょっと黄色っぽい感じがするので、うん、少し今の調整状態を黄色の方にずらしてみましょう。はい、どうですかね、ちょっと黄色くなる。これなんか私にはちょっと繊細すぎる感じなんですけど、はい、もうちょっとこうざっくり大まかに大まかにいくのは、はい、であればこちらにカラーバーがありますので、はい、これ上に持っていっていただくと、うん、あ、ごめんなさい、こちらドラッグして、はい、上にずらしていただくと調整の幅が大きくなりますので。ああ、本当だ、さっきより劇的に変わり、そうですね。でこの調整の幅をもうちょっと微調整寄りにしたいなっていう時はこのバーを下げてもらえば少し、これでこうどんどん攻め込んでいくわけですね。そうです。お、あ、なんか急に合ってきた、いい感じじゃないですか。じゃあ一度これで、はい、ではこちらで調整が完了しましたらは、はい、右上に微調整の完了のボタンありますのでこちらをクリックします。はい、であとは OK ボタンを押せば、はい、今変更した色味と明るさを自動設定してくれるので。すいません先生、あの今ここから何かプチって出てきたんですけど、これは何ですか。これがセルフコレクションセンターなんですね高級機の証ですよ。え、これさっきここで見てた時ただ単にここが黒く変わってるんだと思ったんですけど物理的に何か出ていた。そうなんです、センサーがピコッと飛び出します。かっこいい、かっこいい。でこれで終了、完了です。終わりですか。そうです、終わりです。どうできました。簡単ですね。できましたよ、ドジっ子のみのり先生ができますね一つも失敗しなかった、ね、簡単。これこのモニターは 59,800 円ですけど、このカラーナビゲーターエレメンツはいくらするんですか。このカラーナビゲーターエレメンツなんですけれども無料になります。カラーエッジのですね CS シリーズ CX シリーズ、うん、お買い上げいただいた方にはこちらのソフトを無料でお使いいただけるようになってるんですね。じゃあ 59,800 円の中にソフトも入ってる。そうです。うん、安い安い安いありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もし何かわからないことがあったら、ここに来たら村松さんがいつでも教えてくれるんですか。村松が毎回教えるというわけではないんですけれどもあのスタッフが常駐しておりますので、まあ、1階はショールームスペースになってますので製品がたくさん並んでます。なので購入前の確認ですとか、あと購入後ですね分からないことがございましたらば実際にまあ見て触って体験いただけるコミュニケーションスペースになってますので、お気軽にご来店いただければと思います。じゃあここは今回特別じゃなくていつもこんな感じで学校みたいになってるんですか。はい、そうですね、あの毎週こういったセミナー開催してますね。モニターとプリントの色を合わせたいという方ぜひですねカラーマッチングのセミナーにご参加いただければと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のカラーナビゲーターエレメンツどうでした。いや思ってたより全然簡単でした。簡単ですよね、うん、本当にポチポチポチって感じで、あとはちょっと調整目で合わせるぐらいで
画面の色とプリントの色が合ってしまうという。そうで、まあ、初めてだったっていうのもあると思うんですけど、面白かった。面白いですね、うん、あと僕ここの映像ガレリア銀座面白いんで、結構いろんなモニター見られるんで、また来ようかなと思ってます。なんかこうまだまだちょっと見て帰りたいものがいっぱいいっぱいありますね、うん、というわけで皆さんもぜひ